マハーサーラカームは、タイ王国、東北部にある県の一つ。カーラシン県、ロイエット県、スリン県、ブリーラム県、コーン県県の一つ。マハーサーラカーム県は、コーラーと大地に位置する。県中央部は大きく平地が広がり、田園地帯となっている。一方で、北部、東部には小さく丘陵地帯が広がる。海抜はおおよそ130メートルから230メートル。 県の中央部を流れる川は、チーガーである。マハサーラカーム県は1865年に、現在の県庁所在地が、ロイエット県の衛生都市として建設されたことに、始まる。その際、ロイエット県の国主が、自分のいとこをその地域の支配者として、9000人を送り込み成立させた。1868年には、ロイエット県の国主の力を弱めるため、 タイの中央政府はバンコクの飛び地として統治を行った。マハサーラカーム県はマハサーラカム大学を中心に発達していると言ってもいい。役所もこの付近に集まっている。近隣のコーン県空港からは車で約2時間の距離にある。県省、マハサーラカーム県は13の郡に分かれ、さらにその下に133の町と1804の村がある。 ありがとうございます。